私の学生時代の思い出なんですけど、夏の終わり頃でしたかね。まだ夏休みはあるんですが、みんなでも手どっか遊び行こうやって話になったんですよね。っていうのは私は当時研究科ってとこにいましてね、人数少ないんですよね。どこも行かないもなんだから行こうやって話になりましたら、一人が愛知県に行かないかって言うんですよ。っていうのはその彼の実家が愛知にあるもんですから、そっちへ行こうやってんですね。どこ行ってもよかったんですよ、別に当てがあるわけじゃないんですから。でレンタカー借りて東京から出発しましてね、安い旅館に泊まったり、その友達のご実家お世話になったりしながらね、その時にたまたま、今場所はどっかこう定かじゃないんですが、その愛知県の小さな村でしたね、大変な過疎の村なんですが、そこはあの役場が管理してましてね、それぞれの空き家を貸してくれるんですよ。安く貸してくれるんで、じゃあそこ行こうやって話になりましてね、みんなで行ったんですよね。大きな農家でしたよね。ですからあのちょうどその戸開けっぴろげんと全部こう庭が見えるんですね、座敷から。で長い廊下があって、それぞれ部屋もあるんですが、ただ入ってみるとね、なんだかその昔の生活の匂いが残ってるんです。またね、あちこちにこう雑誌とかですね、子供の教科書なんかあったりするんですよ。それがどうもこう生々しいというのかな、ああここでもって誰かが生活してたんだな、確かにここで今その代々皆さんが住んでらしたんだなっていう匂いがあるんですよ。なんとなく今日妙な感じがするんですよね。住んでいた人間のものは残ってるんだけど、そこには誰もいないという状況ですか。まあそんなこと考えないですから、みんなでもって買ってた酒飲んでね、ワイワイ騒いでましたよ。ああだこうでやってた。夜になるとちょうどいい具合にね、月明かりの中、明けっ広げたね、その向こうの庭にコスモスが咲いてるんですよ。これが今でも覚えてるんですかね、実に幻想的なんですよね。青いような月の光の中にね、ファーってコスモスがこう広がってるんですよ。綺麗なんですよね。でそうこうするうちに、一人ずつ酔った連中がね、ああ俺も寝るわって言っちゃ、適当にそっちの部屋あっちの部屋行っちゃね、ゴロンゴロン横になってるんですよ。風が心地いい、空気が気持ちいいんですよね。蚊もいなかったんでね、結構みんないい気分で寝てましたよ。で結果的に私が一番のんべだったもんだから、最後までその部屋でこう飲んでましてね、大きなその部屋なんですよ。でそのうちにさすがに酔ってきてゴロンって横になったんです。もう他の部屋はもうシーンとしてましたね。みんな寝てたんでしょうね。時間はどのぐらい経ったのかわからないんですがね、不意にトッ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 ト子供の走るような足音がするんですよ。と思ったんですよね。トットン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 ってガラッドンパタンって音が入ってしまうと思うんですね、向こうの方で。へーと、これまたトッ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 ガラッドットットッガラッパタントントットットット、なんだかこの座敷の中を子供が駆けずり回ってるんですよ。こんな時間に子供がなんで座敷かずり回ってやんなと思ったら、またトッ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 と、だん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 こっちのに近づいてくるんですよね。でガラッドンドッ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 ドンドンドンと音がしたんで、うんうんうんと思ったら、私のすぐ横の質問がガラッと開いたんですよ。まだぐっすり寝てるわけじゃないから、ぼわっとこう見たんですよね。でストンと閉まったんですよ。と次にね、トン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 トッ、私の周りはちょうどこのね、子供が走るような感じでもっていい具合にトットットット足音してるんですよ。それ聞いてるんですよ。立ち止まるんです。ただ足音はしてるんだけど姿が見えない。なのに不思議なことに、姿は目では見えないんですが頭でわかるんですよ大体。ああ小さなこのような子供だな、白っぽいシャツ着てましてね、そうですね、幼稚園か小学校1年ぐらいの男の子かな。それが走ってるんですよ。でトッ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 止まるんです、これ足音が。こうやって見てると姿は見えてないんです、目ではね。頭で分かってるんですよ、私の方じーっとこうやって見てるんですよ。怖くないんですよそれ、全然。それが 3,4 回くる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 私の周りを回ってね、でトッ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 と向こう行っちゃったの。こう目で追ってましたらね、しゃがんだんですよ。それも目で見えてんじゃない、頭の中に浮かんでるんですよ。小さな男の子が床柱のとこしゃがみ込んだんですよ。何か描いてるんですかって、絵のようなもので、そのうちにまたトッとットッとットッと先頭来て、チラッとこう私を見てね、またバタンと戸を開けてトッとットッとッ出てっちゃったんです。ああ子供が行ったなと思って見ると、まだこうコスモスがうっすらーって明かりながらこう見えてるんですよ。幻想的な世界、夢だか現実だかわからないんですよね。ふーっとした眩しくなって目が開いたらもう朝なんですよ。みんなも来てたんでね、おいおいおい、いやー昨日飲んだなって話になったら、誰かがダメだよ夜中に子供が走り回ってうるさかったよって言うんですよ。どうそうだ子供昨日走ってたな、うるさかったなって、こっちも何気なく言ったんだ。
そしたらお金違う、なんでそれって言うから、いやいや、ほら子供がさ、夜中走ってたろって言ったんですよ。えそんなわけないだろお前、ここ子供なんかいないんだから。空き家だろ、俺たちしかいないぞ。よその子供が来て走り回ったかって、いやいや、そうじゃないんだよ。面白いですよね。足音を聞いた人間何人かと聞かない人間何人かいるんですよ。でも聞いた人間はみんな子供が走ってたって言うんですよ。走ってたよね。当たり前のように言うんです。で、私が、ああ、じゃあ来てごらんよ。私の部屋来てごらんって言って呼んで行ったの。ほら、確かに走り回った時あの子供がね、あの辺りしゃがんで絵描いたんだよねって言ったらみんなが、床柱行ったんですよね。床柱の一番下にクレヨンで描いた絵がね、ちゃんとあったんですよ。子供が絵描いてるんですね、ちゃんとね。不思議でしたね。怖くもなんともないんだけど、なんだか懐かしい感じがしてね。帰りの車で友達が、そうか、過疎の村になってみんな都会行っちゃったんだな。多分亡くなった祖父母の子供ってのはそんなことわからないで、夜になると家帰ってきて遊んでるんだね、たった一人で。なんかかわいそうだな。こつもその柵に庭があって、月明かりがあってさ、暗い家の中でもって子供が一人部屋の中駆けずり回ってるのって、なんだかそんな気するよなって言った時、私もね、そんな気しましたよね。なんか懐かしいような思い出の中にね、この話がずっと残ってるんですよ。